試合が終了したら総括をお聞きしたいです。で、相手442という守備ブロックで、この442をバルサがどうやって崩すかっていうのが一つの注目ポイントだったかなと思います。攻撃の流れなんですけども、相手の守備ブロックが非常に激しくて、で、前半の頭なんかですね、相手のツートップの動き見てたらわかるんですけど、ブスケツにこうついてくると。ここでのボール保持ができるわけですね、センターバックのところで。その間にこのサイドが高い位置を取っていくと。こういう感じですね。ブスケッツが自分にマークがついてるっていうことを理解して、高い位置を取って、で、なかなか中には入れれないんですけども、センターバックがこういうふうにパス交換するというだけでハーフコートに入れるっていう展開でした。ですが、この状況だと攻撃うまくいかないわけですね。ブスケッツがここにいると、結局こっからパスを入れる選手がいないという状況があると。ブスケッツがこう高い位置を取ってますんで、ここに人口密度非常に高くてパス入れれないと。で、押し込んで、ハーフコートに入ってきたらブスケツ下がったりするんですけれども、前半の途中からはもうビルドアップの段階でブスケツがもう3バック作って、ビルドアップうまく3バック強調して、で、ここからも縦パス入れれるポジションにも取っていますし、組み立てもより良くなってきたんですけども、デヨングの立ち位置がですね、本来ならば、ここですね、この四角形の中に入ってほしかったりするんですけども、この四角形の中からこのパスコースはブスケツとつなぐ。この横パスのコースにセンターバックを上がらせて、で、こういうふうに、理論上はこうやってパスをつなぐのが一番いいんですけども、もちろんこのセンターバックっていうのは常にここにいるわけじゃないですよ。そしたらボール奪われてしまったら、ここで2対1作られますんで、デヨングにボールが渡った時に顔を出してもらうっていうのが理想的になるんですけども、こういうふうなボール運びしたいわけですけども、デヨングのこのポジショニングがですね、ブスケツにボールが渡った時にこういうところにいたりだとか、こういうところにいたりだとかして、効率が悪い。で、ブスケツから縦パスのコースがない。ニコがここで兼任してたりもしたとは思うんですけども、不十分だったかなと思います。で、ここにボールが入ると相手のここが出てこざるを得ないと。442フラットっていうのはここが一つの弱点になりますと。で、ここにボールを持ってフリーで前を向ける状況を作れたんなら、この選手を引き出すことによってバイタルにスペースを作った状態でパスを出すことができると。だけど、ここの状況とかこのボトムの重要性とかっていうのを理解してない選手がプレーしちゃったもんで、この中盤を引き出せずにボールを出してしまうと。で、相手がここ中盤をですね、こういうふうに来なくて、あくまでもゾーンっていう感じでプレーしたとしても、ドリブルで入っていって、もしくはここ横パスまたつないで、で、狭くてもチップキックとかでこうやって入れれれば、もしくは相手引き出してきたところで横パスとかで入れることによって、このプレスバックの戻りを遅らせるとかっていうこともできますんで、ここが肝だったかなと今日の試合は思いますけれども、まあそういう展開ですね。で、なかなかここをうまく使えなかった。ブスケツが下がってますんで、こっからね、遠い方のサイドにポールつなぐっていうのもなかなか難しく、うまく攻撃も2に対するこの3は良かったんですけど、ここがちょっと安定しなかった。役割誰にしますかっていうのが適当になってたんじゃないかなと思います。入れ替わり立ち替わり、その場でちょっとうまい具合に立ち回ろうっていう風な感じでやってたと思うんですけども、しっかり役割を決めてた方がいいと思いますね。チームとしての他の問題事としては、右のやっぱりウイングがいないと。ガビという純粋な中盤としての能力値が高いと思うんですけども、右に張ってて、ミンゲサが高い位置を取ってくると。ミンゲサのただのこっからの放り込みサッカーっていうので、どうにか点を取ろうっていうことをやり続けてましたね。ミンゲサがですね、クロスの質が非常に低いので、ここにボールが出てから相手が対応しに行く。で、ミンゲサがこういうところにクロスを狙うっていう展開がずっと続いてました。ですが、正しくはこういうところどうやるべきだったかというと、ミンゲサじゃなくてもっと他の選手がいいんですけども、相手のブロックがコンパクトで厳しいものなら、ミンゲサがここでボールを受けて限界まで相手を引きつけて、理想的にはネイマールレベルのドリブラー、一人では奪えないと。二人ここに来なきゃいけないっていう状況を作って、ボールを逃がし、またここから逆サイドとかに振ってですね、ここからまた逆サイドに振って、まあ理想的にはここもドリブラーですよね。相手がまたこのサイドバックが来て、で、また2人行かなきゃいけないような状況を作ると。で、ここでまたボールを戻して、速い横パスからバシっていう横パスからこの広がってしまって、ここのゲート、あとここのゲートですね、広がってしまったゲートを相手のスライドが間に合わない状況、ゲートを閉めるっていうのが間に合わない状況で縦パス入れて、この3人とここの2と。
いう状況で崩すっていうこともできれば理想的でしたけれども、引きつけて戻すっていうことをせずに一切上げると、顔が上がったら上げると、ボールをここに入れればいいっていう問題じゃないじゃないですか。シュートチャンスを作ればいいっていう問題じゃないんですよ。全てのチャンスって決定率っていうのがあると思うんですよ。例えばですね、こういうふうに何らかの方法で裏に抜けて、でこうやってキーパーを引きつけて横パス出して決めれますっていう状況のこれのシュートチャンス、この価値と、ミンゲサがクロスを上げて低身長の選手が飛び込んでいって、でワイドから上げるんで落下地点に対してすぐに寄せることができますっていう状況のチャンス、同じチャンスじゃない、やっぱ決定率っていうかチャンスの質っていうのが全然違いますんで、もっと質の高いチャンスをどんどん多く作るべきだったのかなと思いますけどね。はい、とかすると以上になると思います。